おさなとーす。おさなとーす。ギトソレスタジーディの時間でございます。今日は何？メルカリで買った10万円の外車ということで、はいはいはい、紹介していこうと思います。10万安いっすね。安いんですよ。まあ、正確には14万円のを無理やり値切って10万円です。すみません。素晴らしい。値切れるんだ。しかもメルカリなんで。しかもあの視聴者さんで。そうそうそう。ああそうなんですね。超値切って恥ずかしいです。すみません。失礼しました。ということでこの車は結構比較的安いんです。なるほど。なんで安いのかっていうのも、はい、今回ご紹介していこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、これから。を買いたいというふうに悩んでいる方、あ、もう言うんだね。で、まだなんかしてなかったね。この車をね、はい、安く買ね、そういう感じで。そう、これから乗りたいという方にね、方にちょっと参考にしていただければと。はい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 。じゃあぜひ、じゃあ行ってきましょうか。行ってきましょう。行ってきまーす。はい、ちなみにこちらフォルクスワーゲンのアップでございます。アップ初めて見ますね、実車。はい、こんなに近くで。確かに、うん、これ特徴的なのが、はい、ちょっと後ろなんで一回後ろ行きましょうか。はいはいはい、はい、これだとちょっと分かりづらいんですけど、ここガラスなんですよ。お、本当だ。後ろからアップ見たことあったけど、あれこれガラスだったんですね。そう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 。なんで？ってこれ内堀だってあれだもんね。そうっす。鉄板だもん。鉄板なんすよ。あれ本当だ。この車と一緒じゃないですか。一緒だ。鉄板屋だったんじゃない？デザイナーさんが。そうだよね。うん。うん、こだわりが。こだわりが。仮にだってここになんか物を置いたまま閉めたらもうパリーンですもんね。でこれだんだん油圧がさ、死んできてさ、ゲーンってなった時にさ、いったデメリットはそういうところか。これがさ、つけてんだったらまださ、確かに確かに、ね、なんかこれウィンパーの関係で多分、あ、ウィンパーワイパーがね、じゃワイパーレスにしてここ全部さ抜いちゃう、抜いちゃおっか。超かわいいじゃないですか。そしたらもう閉めるたびに割れるかもしれない。合成なさそうじゃないかもしれない。うちの姿見たことあんだよな。そうなんですよ。これを買った理由としては、はい、ちょっと見た目が好きで、はい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 、今回は買いました。ちょっと台車にしようかなと。ルッポの後輩っすよね。そうですそうですそうです。そんな感じっすよ、ね、後輩っすね、完全に後輩で、ちっちゃいと思って買ったんですけど、はい、思ったより横幅あるんですよ。横幅あるっすね、うん、ちなみにこれ車庫端にするとめちゃくちゃかっこいいんですよ。そうなんですね。僕はなんですけど、これ何人乗りなんですか。これは4人ぐらいじゃないですか。4人ですかね。4人ぐらい。ドアめちゃでかいのね。これ4ドアもあります。あれやっぱ外車だけあって、でも肌がいいな。俺好きな肌してんな。軽自動車とは気になんの。なるほど。じゃあ中とかね、ちょっと見ていただいて、はい、買う方の参考になればと思います。はい、どうぞ。新車で250万ぐらいですよ。100いくらから150万ぐらいから250ぐらい、まあまあ普通ですよね、ここら辺は。で、これ何が一番安い、この車が安くなる理由っていうのは、はい、このミッションが悪い。オートマっすか。マニュアル風オートマみたいな感じです。ちょっと伝わりづらいですよね。難しいですね。難しいです。2ペダルマニュアルみたいな、簡単に言うと、クラッチレスのマニュアル。そういうことです、そういうことです。クリープがないんですよ。はいはいはい、はい、クリープがなくて、ちょっとした緩い坂だと後ろ下がっていっちゃう。おお。いっぱいの坂になると3秒は止まるっていうことなんで、それが普通の奥様だとちょっと乗りづらい。まあそうっすよね。はい、癖ありますね。癖あります。ちなみにこちらリコール出てるものもありますんで、ギアが入らないという症状が起きます。この車リコールど真ん中でしたもんね。ど真ん中でした、はい、以上以上、うん、エンジンはちなみに、うん、普通、うん、普通。これオーディオ変えれないんだね。一体なんですね。すげえ、ホラー映画見てんだって。僕も乗る。どうすか、後ろ狭いっすよね。今ので肩が痛いっす。それ単なるおじさん。あ、でもこれあれだ、直角先輩だ。あ、倒れないんすか。うん、直角だ。後ろには多分倒れないね。なるほど、なるほど。倒れないわ。固定です、これが。だから3人までですね、こうやって乗んないと。完全に3人でした。3人乗りですよ、これじゃ。片道30キロがいっぱいいっぱいじゃない。そうですね。あ、でもかおちゃんな、身長いくつでしたっけ。179センチです。頭当たってますか。ちょうどジャスト当たってますね。ギリギリジャストですね。あー、ギリギリぴったり。ぴったりだ、うん、ぴったりですね。フロントは大丈夫ですよね。フロントは大丈夫ですね。90ぐらいまでいけますよ、はい、余裕っすね。190センチの方は多分こう乗るようになると思う。リアはね。今は車が10万円で買える時代ですからね。あ、値引きをして10万円です。すみません。あとちょっと動かしてもらっていいですか。これ今何もしないんですよ。あ、はい、ギア入ってます。ギアいいじゃないですか、はい、クリップしないですもんね。しないですね。だからちょっとアクセル入れてやらないといけないですよ。ちょっとまだナンバーないんで、そこら辺走ってないんで分かんないんですけど、止まってる状態でちょっと動かしても進まないですよ。
あ、本当だ。鎌倉弱いっすよね。乗り方ちゃんと乗らないとこれクラッチ板減るって書いてあったよ。あー、じゃあ半クラで今つなごうと頑張ってる、ね、そう、つなごうとしてるんだけど乗り方がひどいと多分焼けちゃってるのか、それコンピューターのその、シフトの位置とかそのミッションコントロールなのか分かんないけど、まあ、これもしちょっとこの2ペダルが嫌っていう方はぜひあのゴルフ3の GTI のねエンジン入れてもらって、ちなみにこれ GTI はまだ150万以上するんで、で120馬力とかなんかそんな感じですね。まあ、この車を手放した方も奥様が後ろにクリップしてくれなくてこう下がっちゃうのが嫌で、あ、はいはいはい、で普通の車がいいということで乗り換えましたんで、あれうちってはいあるっすよね、診断機あるあるある、つなげてみますか。あ、そうっすね、つなげてみましょうよ、やってみましょうか、はい、ましょう。フォルクスワーゲンの売り見てください、ほら荷物を隠せるんですよ、うんうん、これが普通、お、ほんとだ、深くできるんです、深くできる、あれだ、ちょ、ばあちゃんにほら声もらったから、ちょっと乗れないけど、できよう、で、洗車道具とかがこの下に隠せる、あー、なるほどなるほど、それもいける、これはいいっすね。ばあちゃん家とかだとここに漬物あるっすよね。あの醤油とか入ってる。ストックの醤油とかみりんとか入ってる。キッチンの下あれあれあれ。こんなところでした。はい。いいところでした。いいっすね。はい、ちなみにあそこのところの奥に、はい、コーションがね横にないんですよ。大体フォルクスワーゲンアウディグループはここにここにあるからね。はあ、本当だ。これが LCQX っていうのがこれのカラーデータ。はい、普通日本車とかはあのドア開けたところの内側か、ね、エンジンの中にコーションプレートあるんですけど。イコールやっやってんな、やってるね。今回入れたオーテル一個一個全部ツリーになってるんですよ。そうそうそう、エンジン3系列のえ、そう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 、なんとかさんマップコンピューターのみたいな、はい、すごい分かりやすいんです。早速2個でございます。全部真っ赤になったりしてテンテンテンギアボックスエレクトロニクス6、それはね、だいたいあれもうその昨日言ってたリコールでその2つはね、そうなんだって。あ、合わせても入ってるし、ブレーキシステムコントロールユニットも入ってる。走る、止まる、曲がる、全部オールクリアじゃないですか。エンジンはミスファイヤー、ミスファイヤー検出、ギアボックスは ECU なんとかなんとかなんとかね。これさ、リコール直してあるワーゲン持ってってみたって動画にする、ディーラーに。今あの、消してます。消してるんですね。たまについちゃうことあるんだよ。あ、全部消えました。あ、オールクリア、うん、なんかバッテリーが多分減ってとかがあるんですよね。あ、じゃあこれでじゃああれかな、スッキリしたかな、こいつもスッキリしたっすね。ミッションの感じと変わったっすか。オールクリア、オールクリアっす、問題ない。はい、ということで今あのオーテルという導入しましたんで、現代の車も持ってこいでございます。あ、そうですね、エアコードとか、はい、キャンセルもできるっすか、ね、そうですね、しかもコンピューターのアップデートもできるんです、メルセデスのやつとかも。やり方はこれから学んでいきます。クリックするだけじゃないですか。あ、クリックするだけですよ。なるほどですね、はい、進んでいくだけなんで。なるほど、なるほど。新しい車お待ちしてます。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあちょっと癖はありますけど、癖ありますね、まだ癖ありますね、乗ってないんでわかんないですけどね。はい、まあなんせ可愛いんで。まあそうっすね、うん、可愛さがカバーしてると。便利だと思ったけど、うん、思ったより便利じゃないから、うん、めでる車ってことですよね。っていうことですかね。ですね、お後がよろしいようで。あとはもうリコール情報とかネットの方にいっぱい出てますんで、はい、うん、その車体番号教えてくれないところないと思うんで、買おうと思ってる。あ、確かにそうですよね、うん、チェックしてもらって、うん、まあ現車確認するのが一番ですよね。一番まずはね、はい、まあなかなかヤフオクとか、うん、メルカリだとか、うん、そういうサイトだとちょっとなかなか確認しづらいとかっていうのはあると思うんですけども、はい、ね、ね、うん。難しいよね、でもね、まあ、これからの購入したい、うん、まあ、値段下がってきたんで欲しいっていう方、ね、いるかもしれないんですけど、保証のこと考えるとやっぱ店舗で買う方がある程度自分でできる人だったら、業者オークションでも最低30いかないぐらいかな、 20いくらぐらいだったんですけど、でもなんか感じクラッチパン減ってんじゃないかなって雰囲気はしますね。、うん、全部こんな感じかもしれないけどね、うん、あ、新車状態が分かんないですね、うん、
じゃあ大杉県のさメタルクラッチツインのメタルカラ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 って入れようよ。それ次の人乗ったらこれ壊れてんじゃねえかってもらってめっちゃいきなしドカンと繋がんの完全壊れてるみたいになってるじゃないですかそれ。三号 GTR もそんな感じっす。あ、そうだね。最近だって結構そうなのかもしれない。そうなんですね。ですね。じゃあもう GTR ってことで。あ、GTR で。お後がよろしいですね。はい。ありがとうございます。少しもまあ参考にしていただければと思います。そうですね。アップ、ね、狙い目だと思います。狙い目ですね。はい。可愛いですんで。はい。はい。でもちょっとでもいいねと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。